こんにちは、オランジュリのミカです。今日はこちらのチーズとペッパーの茶綿を作っていきます。もちもちした食感でとても美味しい茶綿です。では一緒に作っていきましょう。ではミキシングをしていきます。北の香りです。でそこにイースト 0.5g 入れていきます。 1g 測っていただいて、それを半分にしてもらえば OK です。お塩です。で今回はチーズと胡椒でお酒に合う茶畑にしていきたいと思います。まずここでね、一回よく混ぜてください。混ぜましたらお水とコントレックス入れていきます。もうお水の中にコントレックス入れていってしまいますね。で混ぜながら水分入れていきましょう。ここはダマにならないように手早く混ぜていきます。粉気が残らないようにしっかり混ぜていきましょう。底の方にお粉残りがちですので、底の方からしっかり混ぜていきます。はい、粉気がなくなりましたらちょっと生地を広げまして、ここに胡椒ですね、4色の胡椒です。パラパラパラっと入れます。でピザ用チーズです。こちらも入れちゃいましょう。はい、そしたらゴムベラに生地を少し引っ掛けてゆっくり持ち上げていきます。ゆっくり持ち上げて2つ折りにして下ろす。はい、場所を変えてまた同じようにゆっくり持ち上げてゆっくり落としていく。生地を引っ掛けてゆっくり落としていきます。今3回やりました。はい、4回やったのでこれで終了です。ボールの周りとゴムベラをきれいにしましょう。はい、乾燥しないようにラップをしましたら室温で20分置いときます。このまま20分置いといてください。はい、20分経ちましたのでパンチをしていきます。20分前とね、生地の様子が変わったのを確認してください。ゴムベラに生地を引っ掛けてゆっくり持ち上げます。生地が伸びるようになったの分かりますか？4箇所やっていきます。ボールを回しながらゆっくり伸ばしてください。かなりね、伸びるようになったと思います。ゆっくりね、グルテンを伸ばしていきます。はい、次ラストです。はい、そしたらこちらザラップをして20分室温で置いておきます。はい、2回目のパンチをしていきます。生地がね、先ほどよりちょっと滑らかになってきたの分かりますか？またゴムベラで生地の一部を持ってゆっくり持ち上げていきます。切れる直前に2つ折りです。先ほどよりも伸びるようになりましたね。1回目しっかり伸ばしてあげると3回目、4回目があまり伸びませんが、一応ね、4回やりましょう。切れる前に2つ折りにしてください。もう1回パンチをしますので、またラップをして20分置いときましょう。はい、3回目のパンチをしていきます。ゆっくり生地を持ち上げていきましょう。生地滑らかになりましたね。はい、グルテンが出てきたのでね、生地が全部持ち上がってしまうようになりました。でも一応3回やります。ボールの周りを一度きれいにします。はい、そして
たらラップをして、こちらなんですけれども室温で3時間置いておきます。3時間経ちましたら成形をして、成形が終わったらすぐにオーブンに生地を入れて焼いていきますので、だいたい2時間ぐらい経ったらオーブンに余熱を入れるようにしてください。その時にはね、天板をしっかり温めておくようにしておきましょう。天板を入れて余熱を入れておきます。余熱を入れる温度はご自分のオーブンの最高温度で入れておいてください。天板を入れてしっかり温めておきましょう。はい、では3時間経ちましたので成形をしていきます。もうクッキングシートを用意しておくようにしてください。かなり膨らんでるの分かりますか？こちらに打ち粉をしていきます。パラパラパラっとしていきましょう。で、優しく全体的に広げてあげて、ベタついてるところがないような状態にしておきましょう。で、スケッパーの丸い方を使って生地とボールの間2センチぐらいのところにね、差し込んで隙間を作っていきます。一周しましたらひっくり返しましょう。自然に落ちてくるのを待ちます。ちょっと画面から外れちゃったので移動します。生地の表面を触るとベタつきますので、このお粉のあるところを持ってあげて3分の1を折ります。で、ここに反対側を重ねるんですけれども、打ち粉が多いようでしたら払ってください。同じように重ねていきます。はい、で、これ三つ折り1回です。もう1回していきます。縦にも三つ折りしていきます。向こう側からもしてあげてください。はい、そしたらね、スケッパーを使ってひっくり返します。この時ね、ボーンと置かないようにしてください。思いっきり押してしまいますとガス抜けちゃいますので、はい、そしたら切っていきますね。下まで行きます。スケッパーを下まで行ったらすぐに離してください。はい、4分割にしていきます。で、測ってるともう大変なので測らずにこのまま行きます。で、この断面のところですね、ここに打ち粉をしていきましょう。ちょっとね、打ち粉していきます。はい、そしたらクッキングシートの上に乗せていきます。もうね、あれだけゆるい生地だったんですけれども、しっかり貼らせるように成形してカットしてあげると、こんな感じでね、持つこともできます。入れていきます。ベタつきそうでしたらね、上に打ち粉してもらってもいいですが、今日はそのままやっていきますね。クープですけれども、クープナイフを生地に突っ込むような感じに置いてもらったら一気に引きます。はい、これで焼いていきます。はい、では焼いていきます。で、そちらに先ほどの生地を入れていきます。はい、スチームを入れていきましょう。はい、焼き上がりました。こんな感じです。ではカットしてみますね。こんな感じで気泡がね、しっかり縦に伸びています。